東京のあちこちが壊れているだろう。あれは悪魔のせいばかりじゃねえ。大半は食料や電気を奪い合った人間の仕業なんだ。人間追い詰められると見境がなくなるからね。これまで平穏だったよその国のルールを強引に変えてしまおうというのかい？そんなことが許されると思うかね？